ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。女子アナってほんと美人な人多いわよねー。しかもいろんなこともしているからな。霊夢なんかは足元にも及ばない存在だぜ。ちょっと、一言多いんじゃないの？悪かったって、そんな機嫌悪くするなよ。どうせ私は何もできない巫女ですようだ。めんどくさいなー。じゃあ機嫌を直してもらうために、女子アナでもミスをするんだってところを教えてやろう。お、ということは女子アナの放送事故を教えてくれるの？そういうことだ。じゃあ今回は女子アナの放送事故20選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのはスタッフについてだぜ。この映像は何の説明もなく一瞬で終わる話だ。ほうほう、何が起きたの？まあ簡単に言うと、最初は順調に番組が進んでいたんだが、急にカメラが後ろに引いた途端、画面端に他のスタッフが軽く映り込んでしまったんだ。あら、それはちょっとした放送事故ね。しかもこの映り込んだスタッフを見てしまった女子アナは笑いをこらえられず、壺に入ってしまったぜ。女子アナってこんな時も冷静に話さないといけないのが大変よね。次も短編だぜ。この時スタジオから中継先の女子アナウンサーを呼ぶんだが、全く気づいてないんだよ。普通に画面も切り替わっているのになかなか気づかないわね。この様子が10秒ほど経つと、何かおかしいと感じ、明らかに焦ったような感じだったが何事もなく中継を始めたんだ。中継が繋がっていると気づいた瞬間の顔がなんとも可愛いわね。次に紹介するのは小牧結衣さんが起こしてしまった放送事故なんだが、これがまた面白いから紹介するぞ。おお、何が面白いのかしら？この時小牧さんはウェザーニュースで雑談を軽く交えながら番組を進めようとしていたんだが、いきなり日本どうしたと言い始めたんだよ。何その言葉、女子アナの口から出てくる言葉とは思えないわ。言った本人もびっくりしたみたいでな。その後、小牧さんは自分が言った日本どうしたにツボってなかなか話が進まなかったんだ。それに対して視聴者はどうしたと言っていたぜ。闇が垣間見えるのかなとも思えたけどなんかほっこりしたわ。次はお天気ニュース中に起きてしまった放送事故なんだが、画面のスイッチングをミスってしまったんだな。わあ、いっぱいいる。でも可愛いお姉さんがいっぱい一気に見れるなんて素晴らしいわ。瞬時にそう思えるのは逆にすごいぜ。まあそれが霊夢のいいところなのかもしれないな。それで彼女は笑ってごまかし、どうにかしようと映像を切り替えたんだが、その先でも結局モニターの映像は直っていなかったんだ。ほんとだわ、すぐに修正できるような感じじゃなかったのね。次の放送事故はなんともとんでもない放送事故になっているぞ。あと男性諸君、喜べ。ああ、女子アナの放送事故の常連と言ってもいい無夫な放送事故が今から紹介されるのね。そういうことだ。今から紹介する放送事故は有吉ジャポンという番組で起きたんだが、その番組内でとあるゲームをしていたんだよ。そのゲームがどんなものかわかるか？普通に番組として流せるってことはあっち向いてほいとか？そんな子供っぽいゲームじゃないぞ。というのもこの時やっていたゲームはなんと当てゲームだったんだ。しかもそのゲームにとある女子アナが参加したんだよ。男性同士でやるんだと思ってたけど女子アナが参加させられたのか。そもそもどんなゲームなの？内容は至って単純だぞ。というのもこのゲームは二人一組でやるゲームなんだが、片方が両手の人差し指を立て、もう一人の血を両方ピンポイントに指で当てるというゲームなんだよ。わぁ、単純明快なゲームね。そうなんだ、このゲームに田中みな実さんが参加したんだよ。でもそれって田中みな実さんは当てられる方じゃなくて当てる方だったんでしょ？いや、それが田中みな実さんは当てられる方だったんだよ。とは言っても相手はちゃんと女性だから安心してくれ。でもよく田中みな実さんはそれをやろうとしたわね。もしかして嫌すぎてこの後怒っちゃったとか？まあそう思うのが当然だと思うが、これは世の男性が喜ぶ放送事故だと言っただろ？だから違うんだよ。というのもこのゲームに参加した田中みな実さんは人差し指を突きつけられた瞬間、おおという声を上げたんだ。その声を出したということはもしかして、ピンポイントで当たったのかしら？もしかしたら当たっていたのかもしれないな。しかもその後恥ずかしそうな顔をしていたからすごいそそられるぜ。何それ、めちゃくちゃ素晴らしいじゃない、これは最高の企画ね。人気女子アナである田中みな実さんの方を聞けたからな。これを見ていた視聴者は田中みな実の方でご飯永遠に食べられると言っていたぜ。その意見には私も同意するわ。次に紹介するのはなんとも可愛らしい放送事故だぜ。この時も中継先で起こってしまった事故なんだが、どういった事故か想像できるか？さっきは気づかなかったのよね。ということは次はすでに中継が来ていたと勘違いして話していたとか？それは面白い放送事故だな。だけど違うぜ。というのも中継先に映像が切り替わった瞬間、坂下さんは大口を開けて食べ物を頬張っていたんだ。タイミング悪すぎでしょ。しかも中継が繋がっていることにもなかなか気づかず、ちょっとの間坂下さんのもぐもぐタイムが流れていたんだよ。それでその後気づきはしたんだが、口に大量に詰め込みすぎたせいで喋れず、ちょっと頬張りすぎてしまいました。
もう少々お待ちくださいと言ってお茶で流し込んだんだ。面白いけど一体何を食べてたんだろう。恵方巻きみたいだぞ。中継前に恵方巻きを食べるのはすごいぜ。なんかお茶目な方ね。次の事故はなかなかでな。放送が始まったのはいいものの音が入っていなくて音なし放送が流れてしまったんだよ。あら、でも身振り手振りがあるから音なしでも見てられるわ。そうだな、それから音が入っていないことに気づいて、アーモーと拳を上下に振りながらお茶目な怒り方をしていたぜ。それで結局音は戻ったのかしら？ああ、ちゃんと戻ったぞ。音が戻った瞬間、ああ、聞こえました？聞こえました？皆さんと言って、やってしまった、7月早々なのにとテンパっていたな。可愛らしいわね。でもこれってスタッフ側のミスとかじゃないの？白井さんは何も悪くなさそうだけど？私も最初見た時はそう思ったんだが、白井さんが腰のあたりに手を回した後に音が乗ったから、もしかしたらピンマイクの電源を消したまま喋ってたのかもしれないな。ああ、それは確かに白井さんのミスかもね。でも最悪な事態にならなかったからよかったわ。さあさあ忘れた頃にまた来ました映り込み。今回もまた同じ番組で、今度は森田さんが映り込んでしまいました。ギリギリなところに映っているのがなんか面白いわね。そう、しかも最初はいなかったのに急に歩いてきて画面端に映り込んでいるからな。これを見た彼女は笑いをこらえきれずに爆笑してしまったぜ。いやー、これを笑うのはしょうがないと思うわ。ちなみに霊夢は女子アナは滑舌がいいから全然噛まないと思っているだろうが、言葉を噛んでしまう放送事故もあるんだ。え？そうなの？ああ、ウェザーニュースで天気について話していたんだが、明日というところを明日と言ってしまったんだな。あらかわいい。それでも表情を変えずしっかりと台本を読み進めていたんだが、最後は結局耐えられずに、すみません、噛んでしまいましたよねと笑顔で謝罪したぜ。しかもその後もじわじわ来ていたみたいでちょっと笑いながら話していたぜ。何から何まで可愛い方ね。霊夢は生放送でありながらテイク2をすることってあると思うか？え、生放送鳴らしても意味なくない？そう、だけど鈴木さんはあろうことかで出しを間違え、もう一度いいですか？と言ってやり直したんだな。その時しっかり一度姿を消し、再度姿が現れるところから始めたんだ。その一連を視聴者は見てたって思うとなんか面白いわね。ほんとだよな。その後の挨拶はしっかりしていたんだが、北日本の天気を見ようとした時、間違えて西日本と言ってしまったんだ。最初にミスって軽いパニックになってしまってたんでしょうね。次は宇垣さんが起こしてしまった転倒事故についてだな。宇垣さんって本当に美人よねー、羨ましいわ。そんな宇垣さんなんだが、年末に朝ちゃんでおせちの紹介したんだけど、その場所が築地だったんだ。それでリポートした後、年末だから最後の挨拶はみんなでしたいと言って、宇垣さんはスタジオに猛スピードで戻っていたんだ。ほうほう？それで一応間に合いはしたんだが、急ぎすぎて大転倒してしまったってわけだな。しかも見えそうで見えないじらしプレイ付きだぜ。ほんとよね、ちょうどいいところに男性スタッフが。次は視聴者に心霊現象？と言われた放送事故だな。え、急にホラー展開？やめてほしいんだけど。大丈夫だぞ。というのもただ単純に冒頭の映像でうっすら小牧さんが映ってしまっていただけだからな。安心してくれ。それなら安心だわ。次はちょっとヒヤッとする放送事故を紹介するぞ。さっきも最初はちょっとヒヤッとしたけど？今から紹介する放送事故を簡単に言うと、番組で使っている携帯端末のパスコードがバレてしまったんだな。怖すぎる。携帯端末だから別に知られてもよかったが、他の大事な情報を漏洩させたらと考えるとヒヤッとするぜ。ほんとね。次は喋り出したら急に被せられた放送事故を紹介しよう。え？どういうこと？そのまんまだぞ。この時映像がスタジオに切り替わったから話し出そうとした彼女なんだが、その瞬間別の音声が流れ始め、画面も切り替わってしまったんだ。ああ、切り替える順番を間違えたってこと？多分そういうことだろうな。だから一部コラボレーションしてしまった瞬間があったんですけどもとしっかり収めたぜ。女子アナの人ってこういった時に瞬時に訂正しながら軌道に戻せるのすごいわよね。次は山崎さんがしたとんでもない問題発言について見ていこう。この時ダウンタウンナウというほぼリアルタイムで放送をしている番組があってな。結構際どい内容だからリアルタイムで問題発言を規制しながら放送していたんだ。スタッフはめちゃくちゃ大変でしょうね。そんな中、ダウンタウンの松本さんが山崎さんに対して、問題発言ってどんなの？と聞くと、山崎さんは、ルゼットと言い出したんだな。ちなみにこの言葉はちゃんと規制されたぜ。それはそうでしょうね。でも美人な方がそんなすごい下ネタを言うなんて、ありだわ。次は台本にやられた放送事故を紹介しよう。え？どういうこと？それがこの時夏の話題を話していたんだが、ジメジメとか、ムラムラとかと言い出したんだよ。え？急なムラムラ？もしかしてムラムラしてたの？いや、彼女もそこが気になって笑ってしまってな。彼女が間違えて読んでしまっていたのかと思いきや、実はそのムラムラは台本に書かれていたみたいなんだよ。
じゃあ別に間違ったことを言ってなかったのか。そうだ、ちなみに本当はムシムシと言いたかったみたいだな。言葉は似ているけど全然違う意味なのよね。台本にしてやられた彼女がかわいそうね。次はウェザ次郎がとんでもないことになってしまう放送事故だ。ウェザ次郎って言ったらバーチャル天気お姉さんって感じの方よね。そうだな。この時ウェザ次郎と小野沢さんが一緒に天気図を見ながら予想していたんだが、急にウェザ次郎が何か違和感を覚え、画面の端に移行をした瞬間、とんでもない姿にフォルムチェンジしたんだ。なんとも無残な姿に。その後スタジオに再度画面は切り替わるが、みんな笑っていたぜ。申し訳ないけどこれは笑ってしまうでしょ。霊夢は番組中に急にお腹を出した平松さんという方を知っているか？え、聞いたことないわね。というか番組中にお腹を出した？どういうこと？この時番組内でドラリオンというサーカスを紹介していたんだよ。そしてそのドラリオンの紹介をする際、平松さんは笑顔で着ていた T シャツをめくり、その下に仕込んでいたカンニングペーパーを取り出したんだ。ああ、手に持ってると違和感だったからそこに入れていたってことか。それにしても恥じらいもなく出してるけど。一応この時この映像は使われず、放送された映像は音声だけが載っている状態だったんだ。だからこのお腹を出している映像はリアルタイムでは流れなかったんだよ。え？じゃあなんでこの画像が出回ってるの？それが後日談でこういったことがあったと語ったんだな。それで映像もあったから同時に流れたってわけだぜ。そうだったのね。それにしてもスタジオにはいろんな人がいたはずなのにお腹を出すってすごいわ。霊夢のお腹はみっともないからな。やかましいわ。さてさて、今までは女子アナがメインの放送事故を紹介してきたが、次は巻き込まれた放送事故を紹介しよう。巻き込まれた？どういうこと？それがこの時ガチャピンと一緒に天気を見ていっていたんだが、さっきまで緑だったはずのガチャピンが背景と同化してしまっていたんだ。なんで？この時クロマキーという技術が使われていてな。その技術を使うと、指定した色の場所をきれいに切り抜いて、別の映像を簡単に合成させることができるんだ。それでクロマキーで指定する色っていうのは大体が緑なんだよ。だからガチャピンも一緒に切り抜かれてしまったってことか。そういうことだな。この後一応クロマキーを解除したんだが、再度天気予報をするためにクロマキー処理をしたらきれいに抜けてしまったんだ。これに関してはもうどうにもできなさそうね。でも青色のガチャピンも新鮮で可愛いわ。そういえば霊夢って高島彩さんって知ってるか？ああ、彩パンでしょ。その方は有名だから知っているわ。そう、霊夢も知っているほど知名度のある高島さん。彼女は共演者が絶賛するくらい立ち回りが上手い方で知られている最強の女子アナなんだよ。マジか、共演者に絶賛されるのはなかなかね。しかも実は麻雀とか居酒屋が好きなんてギャップもあるから本当に最強だよな。そんななんでもござれな高島さんなんだが、とある番組でとんでもないやらかしをしたんだよ。そんなこと言っても可愛らしい事故なんでしょ？いや、それが笑福亭鶴瓶さんをカンペさんと言い間違えたんだな。それに対して鶴瓶さんは誰がカンペやねんと突っ込むが、高島さんは次にカルベさんと言ってしまったんだよ。恐れ多すぎる。大御所の名前を間違えてるから本当はブチギレられてもしょうがないことなんだが、この時スタジオは大爆笑が起きたんだよ。これも高島さんのキャラが最強だったのと、鶴瓶さんの心の広さのおかげかもね。いやー、やっぱり女子アナの放送事故っていいわ。またいいのが入ったら教えてちょうだい。わかったぜ。ということで女子アナの放送事故20選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。